協力者パン。さあ米っ子、この悪魔を遠くに捨ててくるのです。遠くに捨てるったってな、姉ちゃん。米っ子に呼ばれたら俺様はまた来なきゃなんねんだぞ。では来たらすぐに帰ってください。というか私はあなたのお姉さんではありません。めちゃくちゃめんどくせえ。きちんと話し合えば和解するかと思ったが、めぐみんのシスコン具合も相当だな。シスコン？ちょっとカズマ、米っ子に変なこと教えないでください。まだ教えてねえよ。しかしどうするのだ、米っ子は今後もこのホーストという悪魔と一緒にいるつもりなのだろう。問題起こしたら私がすぐ浄化してあげるわよ。なんなら今すぐにでもいいけど。おい、この女目がマジだぞ。姉ちゃん、ホーストと一緒にいられないのは私が一人前じゃないから。え、米っ子がまだ小さいからですが、まあそうとも言います。やっぱり。じゃあホーストとクエストを受ける。それで一人前だって証明する。何を言っているのですか、米っ子にはまだ早いでしょう、クエストなんて。大丈夫、ホストもいるし。姉ちゃん、私立派な大人になる。そしてホーストとの仲を認めてもらう。まさかこの悪魔、米っ子に何をするつもりですか。つもりもねえよ。姉妹揃ってめんどくせえやつらだな。こいつら突っ込みきれねえ。なんかなんだろう、すごい親近感。ああめぐみ、米っ子のことが心配なのはわかるが、米っ子は米っ子で考えてるみたいだしさ。この際クエスト受けさせてみたらいいんじゃないか。カズマまで何を言うんですか。相手は上級悪魔だ。何かあった時のために悪魔のおっさんが友好的なうちに手の内を知っておくのも悪くないだろう。まあ何も見ないうちから別れろというのは少し理不尽すぎました。わかりました。不本意ですがその提案を受けましょう。米っ子、くれぐれも気をつけるんですよ。佐藤さんから話は聞きました。米っ子ちゃん、初めてのクエストになりますね。はい、よろしくお願いします。ではいくつか特別クエストを用意していますので、お好きなものを選んでください。あ、これにしよう。カモネギの群れの討伐ですね。討伐対象は一匹だけではなく群れですが、大丈夫ですか。うん、あと親子丼も食べれるし一石二鳥。討伐が目的なので調理まではしなくていいんですけど。わかりました、こちらのクエストをお願いしますね。クエストに必要なものは魔道具店や雑貨屋で揃えるといいですよ。うん、行ってくる。無事クエストの受注はできたようですね。ああ、お姉さんに米っ子向けの優しいクエストを見繕ってくれと伝えておいたからな。ホーストがいればカモネギくらいなら心配はいらないだろう。いえ、心配です。万が一があっては後をつけましょう。こっそり尾行なんて探偵物みたいでかっこいいわね。やれやれ、やっぱり妹離れできてないよな。カズマ、また失礼なこと言いませんでしたか。見失ってしまいますから早く。このそば。先に騎士が逃げるな、あってはならないことだ。私の名前はダクネス、クルセーダーを生業としているものだ。あれは単身で魔王に挑んだ女騎士がすごい目に遭う小説なども書いたりするのか。アクシズ教徒にどれだけ詰め寄られようとも、私はアクシズ教には入らん。